武器の性能試験中にて、誘導爆弾グブル -24 が目標に直撃、炸裂する洋槌中貫通爆弾は、航空機搭載爆弾の一種。効下目標や地下の目標を破壊するために用いられ、特殊貫通弾あるいは、遠平合破壊弾とも呼ばれる。高速度で落下することで、コンクリートや森土などの遮蔽物を貫通し、目標に到達した後に爆発する。 高速度を得るための方法として、通常は自由落下が利用されるが、さらに、ロケットブースターによる加速を用いるものも存在した。遮蔽物の貫通能力は、自由落下のみの場合で、粘土層を30メートル、ロケットブースターによる加速があった場合は、鉄筋コンクリート壁を6.7メートル貫通したと、される。高速落下中や遮蔽物貫通時の振動、衝撃に耐えるため、 玉柄は厚い。また、玉体を細長くすることで質量を保ちながら貫通時の抵抗を減らし、貫通能力を向上させているものがある。この種の兵器は第二次世界大戦中に登場した。当時のイギリスはドイツ軍の U ボートによる通商破壊で甚大な被害を受けていた。イギリス軍は U ボート戦力を殲滅しようとしたが、U ボートは 文化と呼ばれる頑丈なコンクリート製の塩平物下に停泊していたため、通常の爆弾では直撃させても被害を与えられなかった。そこでイギリス軍はトールボーイや通称地震爆弾と呼ばれたグランドスラムなどの超大型爆弾による攻撃を行った。これは文化に対して十分有効であり、U ボートのうち何隻かを破壊したがあまりにも巨大で、 効率的な兵器とは言い難かった。また、イギリスは、ロンドン地下に強固な防空壕を作り政府、軍司令部など重要施設を移したため、ドイツ軍も、防空壕破壊用の地下貫通爆弾で空爆を行った。この地下貫通爆弾は、鉄鋼弾頭がその重量の80%を占めており、地表及び防空壕天井を貫通した後に作薬が、 爆発するように作られていた。ドイツ軍の地下貫通爆弾が登場すると、イギリスは防空壕をさらに堅固なものに改装するなど、攻撃側と防衛側での競い合いが続いた。第二次世界大戦後の冷戦時代には、防護された地下施設などの項目標に対しては、核兵器を使用することが想定されていたため、通常弾頭に高い貫通能力を備えた。 航空爆弾は開発されなかった。しかし、湾岸戦争で核兵器を使用せずに地下施設を破壊する必要が生じ、当初はグランドスラムのような策略量の多い兵器の使用が考慮されたが、第二次世界大戦の使用例から単純に策略量の多いだけの航空爆弾は項目標に対する効果が低いことが顧みられ、結局、急ぎ新しい爆弾を設計。 製造することになった。これによって、一般に、バンカーバスター、として知られるグブー -28 が作られた。この総重量4700ポンドの爆弾の他に、これより小型のもの、またより大型の、モップも開発され、以降アフガニスタン戦争やイラク戦争でも用いられた。また、地下貫通爆弾の弾頭に、核兵器を搭載した。 ルナップと呼ばれる兵器の開発計画が存在する。ありがとうございます。